怒りが NPB の空を貫く戸郷翔征の愚かなミスで巨人の栄光が一瞬で崩壊痛恨の6ラウンド KO で首位陥落もう明日から出なくていいよ阿部監督の残酷な処分にチーム全員が衝撃を受けた阪神42巨人31日甲子園球場巨人は痛手となる逆転負けを喫し首位から滑り落ちた試合の序盤浅野の二塁打を皮切りに5連続ヒットで2点を先制したが 先発の都合が6回に突如崩れ4失点でノックアウトこれで9勝7敗となりエースとしての役割を果たせなかった甲子園球場ではこれで2勝7敗1分と今年も苦戦が続いている巨人が先に点を奪った試合の立ち上がり浅野が一氏無走者の場面で打席に入り12とカウントが不利な状況から4球目を迎えた外角高めに投じられた151キロの球にバットを合わせ 宇宙へへの打球で一気に2塁へ進んだ。その後モンテスのセンター前ヒットでヘッドスライディングで本塁に滑り込み得点を挙げたこの勢いに乗るように岡本は大城拓吉川が続けてヒットを放ち巨人は主導権を握った一方先発を任された戸郷は立ち上がりから集中したピッチングを見せ序盤はほぼ完璧な内容で投げ抜いた2点のリードを得た状態で スコアボードに次々とゼロを刻んでいった5回まで許したヒットはたった1本で完封が期待される展開だったが6回に入って状況が一変した近本選手と中野選手を抑えてあっさりと西を取ったがその後森下選手にセンター前へのヒットを許してしまうさらに大山選手には内角への厳しい球がデッドボールとなり西ながらも1二塁にランナーを背負う形となったここで佐藤輝選手と対決し カウントが 1, 1となった後、低めの150キロの速球を捉えられてしまった浜風に乗った打球が左中間のスタンドに吸い込まれていった戸郷はその痛恨の一頭が飛んでいく方向を見つめ呆然とした表情を浮かべていたその後気持ちを切り替えるのが難しかったのか前川と梅野の連打を許しさらに木並みにもセンター前への敵地打を浴びてしまったここで阿部監督がたまらず交代を告げ戸郷はマウンドを降り 厳しいい顔でベンチへと戻っていってた試合後阿部監督は怒りをあらわにしながらベンチで戸郷と向かい合ったもう明日から出なくていいよこんな緊迫した時期にチームのエースがこんなにひどいパフォーマンスを見せるなんてあなたはチーム全体のチャンスを潰し我々の首位の座を即座に失わせた自分のしたことをよく考え戻ってこい29日に首位に立ったが広島がヤクルトに勝利したことで再び首位の座を明け渡すことになった。 エースの登板を変更してまで阪神対策を講じた試合でリードを守りきれず逆転負けを喫し非常に悔しい敗戦となったコメント悔しいというよりもどちらかといえば悲しみが込み上げる敗北でした戸郷は先日の広島戦と同様ここぞという場面で踏ん張れず打たれてしまいました打線もまたここで得点して相手の士気を削ぐべき時に淡白な打撃でチャンスを逃してしまいました 特に2回がそうでしたチーム全体として試合の流れを取り戻し保持する力がまだ不足しているのかもしれません都合は以前から調子が急変しやすいピッチャーですエースとしての扱いは避け異変の兆候が見られた時点で即座に交代するべきです4点目は本来防げたはずだと思います連打を許して1・2塁になった時点でピッチャー交代を検討すべきだったのではないでしょうか阿部は気持ちが揺らぎかけていた都合に対して その回だけでもしっかり抑えてほプロとしてそして巨人のエースとしての責任感からその気持ちは理解できなくもないですが正直なところ阪神打線を相手に交代のタイミングを誤ったと言わざるを得ませんそして里上の 150km のストレートに関しても狙われれば打たれる可能性が高かったはずです大城の配球にも疑問が残りますせめてミッドの位置を変えるなどして工夫が必要だったと思います 勝負どころで抑えが効かないエースと結果を出せない4番がいるチームでは優勝はただの幻想に過ぎないと痛感しましたここまで勝負弱いとは何とも情けないですがこれが現実です安倍監督には3年くらいのスパンでじっくりとチーム作りを進めていただきたいです残りの試合は来シーズン以降を見据えた育成期間と捉えてぜひ力を尽くしてくださいホームランを避けたかった場面で予想外のリードを試みた結果 三球続けて外角ストレートを投げましたその結果最悪の逆転ホームランを打たれてしまいました驚きの配球で予想以上のダメージを受けました安倍さん大城を使っていては優勝は難しいですよこの三試合で大城を起用した際にはすべて敗北していますここぞという場面で確実に打たれ逆に打ってほしい場面ではしっかり抑えられるというその期待とは全く反対の結果を出す姿はある意味では見事です 言言い換ええれれば嫌な予感を見事にに現実ししてくるるチームと言えるでしょうビジター戦が残っているのは甲子園と松田だけという状況でこの怯えた態度では9月の失速が現実となりそうだ結局のところ甲子園と松田が鬼門であり続ける限りこのチームが優勝することは難しいだろうこのようなメンタリティではしばらく優勝は無理だろう軽々しく優勝という言葉を口にしないでほしい 関東では地上波で野球中継がなかったためネットで試合の進行状況を確認していたけど5回まで巨人が7安打で2点阪神はわずか1安打こんなに順調に進むはずがないと思っていたら予想通り大崩れして4点を失ったその後も12塁のチャンスでチームの中心である4番打者が凡退打撃が振るわない泉口をスタメン7番で起用した理由が理解できないこのまま試合は終わるだろうが 阪神ファンにとっては最高の逆転劇となったこの逆転のシナリオは初回の攻撃に起因しているあのイニングで2点しか得られなかったのが痛手だった泉口が犠牲フライや内野ゴロでさらに1点追加していればもっと楽に試合を進められたかもしれない普段泉口は外野フライを外野手の奥まで簡単に打ち込む印象があるがそれが今回の結果に影響したのかもしれない明日の試合に期待している戸郷投手は テンポよくテンポを刻みながら素早く投げるタイプであり調子が良い時はリズムが良く相手に考える隙を与えずに打ち取ることができるしかし一方でピンチの場面では単調になりがちだこの試合ではそれが顕著に現れた大山選手へのデッドボール後もっと時間をかけて佐藤輝選手と対峙するべきだったのだろうこういった細かい部分に大城選手が気づけなかったのかもしれないの正面に飛んだ不運な打球もあったが 初回に2 2点しか取れず2回には無視一塁二塁の好機を生かせなかったことがこの逆転劇につながったのだと思うそれにしてもエースの爪の甘さが目立ったのはもちろん逆転された直後に流れを取り戻すチャンスがありながらも4番打者が肝心な場面で打てないのは何とかならないものかと感じる岸田や小林が先発でマスクをかぶり試合に敗れた場合は相手チームの強さを納得できるが大城が先発で負けるとどうしても腑に落ちない 多くの解説者が大城のリードに問題があると指摘しているのは事実であり正直なところ対戦チームは大城が先発することを歓迎しているのではないかと思うこの重要なペナントレースの終盤において大城がマスクをかぶることには納得がいかずリスクが高いと感じてしまうバッテリーのミスが今日の敗戦の原因になったと言えるでしょう広島戦でも同様でしたが絶対に打たれてはならない場面でもう少しのところで打たれてしまうことが多いです 特に今日は2アウトでランナーが1塁にいる状態で大山とまともに勝負できなかったことが大きな問題でしたしかし前回のハマスタでの3連勝やドームと神宮をまたいでの4連勝と比較的良い流れで甲子園に来たにもかかわらず全く勝てていません甲子園での勝利が難しいことは理解したので明日の試合が終わったら気持ちを切り替えて他の試合で挽回してほしいですこのの2つの勝利は、 都合のノーヒットノーランと岡本の同点ホームランからの延長戦での勝利が印象に残っていますお互いのホームゲームではそれぞれ勝ち越しているため明日以降の阪神対巨人戦はペナントレースとは別に注目していますただし22日と23日の2試合はペナントレースに大きな影響を与える可能性がある重要な試合になるかもしれません都合投手またしても終盤でミス西までは順調も ここからが問題森下投手にはもっと注意深い投球を期待していたのにランナーを貯めた状態での佐藤輝明選手さすがに危険すぎた怒ったことは仕方ないがバッテリー全体でしっかり反省し残り少ない試合でしっかり修正してほしい再起投手の立ち上がりをもっと攻めるべきでした特に初回の7番と8番の打者が重要でした結果論ですがどちらかが出塁していれば試合の流れは大きく変わったでしょう戸郷投手については 2アウトまで順調だっただけに非常に残念ですしかし本当のエースはチームを勝たせる投球をするべきだと思います次回はぜひ勝利につながる投球を見せてほしいです明日はぜひ一勝をあげて終わってほしいです